この店は何？立花不動産の話を聞きに。店長だけど。人生一家？なんだ、違う。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか、あんた。なんなの、あんた。さっき言ってた東上会の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ、毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ。極道がか。ああ、呆れた。このビルの他の店はもう立花不動産に立ち向かった。ああ、ある時急に立花不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には立花不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた住む場所別にする余裕なんてないからね。神さんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって、連中よこしたのも立花不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり大声。立花不動産の人間も前に最近来るのは無言電話だけ、夜通し何百回って。誰だ。なんで急に。どうしよう、五六人はいる。生瀬さん、立花不動産です。入れてやってくれねえか、連中と話してみたい。安心しろ、何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも、生瀬さん。うちはそうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし。だからって毎日毎日嫌がらって。見ない顔だけど、そちらさんは。ねえ生瀬さん、あいにく俺は堅気の人間だが。用心棒。立花不動産って肩ぎずらしたヤクザだ。です。ま、それより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ。今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料を月3万の3年分に色付けて200万、生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた、あんたらがか。200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万、お子さんのミルク代にもう200万かな。ねえ生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとここのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱いもんの人生好きにできるってあんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら。何か？あんたにはあの泣き声が聞こえねえのか。
子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんた、もうここでの仕事は済んだってさ。次のとこ。さあね、いろいろだよ。どういう連中なんだ。何が目的か知らんけど、あそこに関わる。やる。俺から見りゃ、やっカムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから。相手がヤクザだろうが弱み。人生一家もその手で追い払われた。聞いた話。何？本家への上納金ちょろまかしてんの。もっとも。なるほど。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も。ただヤクザのそんな。俺があとあんたに言ってやれるのは。気に入らねえ。やんのか。俺がバカだった。すまん。おお。おYeah!
立花不動。あんたらに。お？ああ、別にいいけど。何？そうだな。あんた、話聞きてえってん。ああ、それ。ずいぶん流暢にし。ラーメン。分かった。ただその前に一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中
なるほど。酒なら何でもいいってわけじゃねえ。それぞれの好みに合った酒じゃねえと口は滑らか。どこ行こうか。適当に合わせておいてさ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。一緒に楽しいとこ行かない？ごめんなさい、用がある。黙って金出せ。後悔するなよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
おお。おお。どうぞ。どうですか。どうぞ。ねえ、ちょっと、ちょっと、寄ってって。黙って財布出せ。目障りだ。申し訳ございません。どうぞ。どうですか。今日は遊び帰りませんか。うちがいいですよ。おお。いらっしゃいませ。おお、お前ふざけんなよ。金ならあるんだよ。うん、そけないだろ。ちょっとその顔が気に食わねえ。なんだ。Yeah.